してきた。オッケーです。大丈夫ですか、この見上げてる。直すよ。このままやばくやばい、ね、いや、ヘナジェル流さないとりとりするって。いや、これで流さなかったらもう完全やばいです。これは流すでしょ、どうかね。抹茶みたい。みずみずこれは流すでしょ。はい、今ですね、ヘナのトリートメント、まあヘッドスパ用のヘナの調合したですね、オリジナルブレンドのクリアヘナを使っております。でモデルさん、まあ結構ハイトーンなので、通常のヘナ使ってしまうと色がちょっと入ってしまうんで、今回はクリアヘナを使っております。でクリアヘナでちょっと毛髪のトリートメント効果も踏まえつつ、簡単に頭皮の、マッサージをですねちょっとしていきたいと思います。でタオル使うとちょっとテンションがかかりやすいので、ちょっとタオルをかぶせますね。地味すぎる。確かに。これカットですか？いや、これカットしないですよ。採用。いや、どうすんだろうな。疲れんのかな、本当に。今までやった時ないからね、こういうメニューは。そうですか。はい。でも、同じようなのあげるよりもいいんじゃないですか？いや、そう思ったんですよ。はい。はい、なんで、やってみます。めっちゃ地味な、地味すぎるこの動画、超地味だ。なんか黒いのかぶせられてる人、頭も巻いてる。あのさっきからそれ気になってたんですけど、そのあ、バリバリですよね。はい、見ましたもん、これケチャダンス、ケチャダンス、すごい、ケチャ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 って言ってますね。強烈だな。すごいですよね、はい。猿山行きました。行きました。ウルアツ。そうそうそう。ですよね。猿門番じゃなくて見てるよね。猿がなんか髪の毛につ、なんか髪の毛とかメガネとか全部取ってくるね。あ、でもなんかすごい危なかった。でもそのケチャダンス見てる時はいなかったです、猿。あ、ケチャダンス行くまでの間。そうです。行くまでの。までのところが結構猿がいて。いましたね。あれが要は髪の目、それからメガネ、取っていくんですよね。なんか友達がすごい怖がってて。いや、あれ結構本当怖いですよ、結構。引っかいてきたりするんで。で、人間のホームレスみたいな子に渡して、要はその木の上に一回上がりますよね、はい、メガネ取ったとしたら、はい。僕の前の白人さんメガネ取られて、はい、で、加えたまんま木の上に行きます、はい。そしたらホームレスの男の子が餌を投げます、はい、猿に、はい。で、猿がもし気に入れば、はい、あのメガネを落とすんだけども、はい、僕が見た時はいつもなんかねゴミみたいな餌投げてたから、なんかちょっとその気に入らなかったじゃないですか。それでおしっこしたりとかですね、猿が上からジャーッと、で最終的に気に入らないからもうメガネ噛んじゃってぐちゃぐちゃになって、でそれでポイッと落とした。でその落としたのを今度そのホームレスの子供の男の子がその白人のところに行って取り返してきてあげたから、お金ちょうだいっていうのが成り立ってるの。えでもそのぐちゃぐちゃになったメガネ、まあ、でもそのメガネは僕見たらぐっちゃぐちゃだった、はい、レンズとかも。だっていらなくないですか。まあ、いらないけど、はい、一応そのチップは渡したよ、その男の子に。そういう感じなんだよ。そんな商売があるんだ。そう、あれ成り立つんですよ。だってボスザルのとこ行ったらもういろんなものが盗んだものたくさんある。そうなんだ。そうですよ。怖っ。あそこら辺ボスザルのとこはもうすごいんですよ。へえ。いろんなものがあって盗んできたのがたくさんそこに収められてるんですね。サルもそうやって人間から餌もらうために盗んでるってこと。そうです、もちろんビジネスです。頭いいな、やっぱサルめっちゃ頭いいですよ。はい。で、それが成り立ってるんですよ。すごい。で、成り立ってて、人間がなんかそのまとめてボスザルのところにすごい食べ物とか果物とか持ってくじゃないですか、はい。そしたら盗んだものを、まあどうせ猿使えないだろうから、はい、人間に返してくれるんですね。す
あ、運悪かったらもうそこに持ってかれちゃったらその日はもう取り返してもらえないんで。よかったな、盗まれなくて。あ、結構バッグ取られたら最悪ですね。財布とか入ってるんです。結構まあガイドさん次第ですね。ガイドさんがすごい慎重に危ないですよって言ってればいいけど、うん、そうでもないガイドさんとか、あとは個人旅行の人は分からないから結構危ないかも。この動画配信は、はいはい、どれぐらいのペースでやってるんですか？動画配信は最近はちょっと休んでますけど、前は1週間に4回ぐらいやって週4とか週5とか。え、じゃあ毎日、そうですね、ほぼ毎日仕事終わってからこれやってた。そうですね、仕事大体朝やって、で僕のルーティン的に午前中ちょっと違う仕事してて、あ、そうなんで、でサロン出て、でサロン出てからまあ終わるの8時とかじゃないですか、7時とか、はい、でモデルさん来てて、でモデルさんやって12時とか、まあ今日も多分帰るのが片付けとかしないのが12時くらいになっちゃうんですよでそこから家帰ってご飯食べながらそのSD カードのデータをダウンロードしつつ、そうしないとすぐできないから、はい、でとりあえずアップできるやつはアップするんですけど、データが重いから、はい、翌朝になっちゃうんですよそのまま放置しとくんですよねあ、で寝るみたいな。で寝て朝起きて、はい、それちょっといじって、はい、みたいな感じですね。でそれずっと続けてたんですけど、さちょっと体調悪くなって。確かにちょっとね、今日もなんかミニも今10件ぐらい来てて、ちょっとやばいなと思って、ちょっと一回休もうかなと思って。あ、でもあれですよ、ずっとやるんじゃなくて、今ちょっと今実験的にやってるだけなので、全然大丈夫です。あの、もうやらないんで。美容師さんってただでさえ結構労働時間長いイメージですけど。そう、でもね、趣味なんですよね、これが、うんうん、僕は。そういう人多いですよね。そうなんですよ、だからね、バカなんですよ。本当はっきり言って、え、楽しくない、良くないですか、すごく仕事が趣味みたいな。いや、そうそうそう、面白い。なんかね、髪の毛ってね、はい、あの100点がないから、はい、それを考えるの楽しいですよね。なんか実際そのパーマとかもさ、はい、100点はみんな分かんないわけであって、はい、なんか 90点は分かるけどさ、そこをさみんなでこうなんか探り合ったりとか、これが違うとか、はい、あるとか、なんかそういうの楽しいなと思って。でもなんか100点知りたいからさ、探すんだよね。うん、自分の中ではこれかなみたいなやつで探したときちょっと嬉しいけど、またなんかいろいろ考えると違ったりなとかして、面白いんですよ。ただこれがビジネス仕事だと思ったらすげえ苦痛だと思うよ、美容師は。だから僕はまあ趣味なんでちょっとあれですけど、趣味じゃない人はきついと思うね。お金だけのために美容師やるんだったら違う仕事やった方が僕はいいかなって。マジか、誰かいないかな、女の子探してるんですか？女性はね、探してますね、育てようと思ってます。次お店がちょっと広くなるので、ちょっとそれで探してはいるんですけど、チャットまで探してなくて。あ、なるほど。あ、求人出したりとかしてない？してないですね、全然。誰も見てないならいいや、うん、いつも見てくれ、今日これはさすがに見ないこれ地味すぎてこれ見ねえな。おお写真撮りたい見えてます？見えてます。ああ、本当です。ああ落ちてきた。あオッケーです。大丈夫ですか、この見焼けてる大丈夫ですか、これもう一回撮りますか？そうか、もう一回一瞬で行きますからね。はい、スタートOKですか？すごい。これで大丈夫です。ちょっと消しますね、こっちも。